イスラエル軍は6日、レバノンからイスラエルに向けロケット弾が34発発射され、その多くが迎撃されたものの5発が国内に着弾したと発表しました。イスラエルメディアは負傷者が出たとも報じています。これほどのロケット弾が発射されたのは2006年の紛争以来だということです。5日にはエルサレムのイスラム教の聖地アルアクサモスクでイスラエルの警官隊とパレスチナ人が衝突し、これに呼応したものだとみられています。イスラエルはイスラム原理主義組織ハマスが関与しているとみて、報復としてレバノンの南部やハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザにある軍事関連施設などを空爆しました。